トシです。イエイのイエイ。今日はですね、将来自分自身が薄毛やハゲになった時の姿が分かる方法ですねをご紹介させていただきたいと思います。はい、王子ハゲとか U 字ハゲ、まあ頭頂部ハゲですよね、にこう心配な方ですよね、なんかは将来自分がどんな感じにハゲるのかなっていうのを知っておくことも重要なんかなと思いますんで、まあ僕がですねその方法をご紹介させていただきたいと思います。まああと自分自身がですね将来こんな感じにハゲるんだなっていうのをまあ皆さんに見ていただいて参考になればなと思いますんで、最後までご視聴いただくとまあ面白いと思いますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではいきます。はい、まあまずはクロスですよね。こういうの毛がすごい落ちるんで、クロスをします。はい、でバリカンですね。バリカンの方を用意していただいて、まあどんな感じかっつったらここですよね。この辺がハゲそうなんで、この辺まずは刈っちゃいます。こんな感じか。はい、はい、多分将来こんな感じ、この辺がちょっと、はい、こんな感じです。ちょっと悲しいですね。はい、まあちょっといやマジリアルにこんな感じっすよ多分。ちょっともうちょいこの辺、はい、これでどうだ。いやマジでリアルにこんな感じになると思います。はい、もし自分が将来頭頂部がハゲたらこんな感じにハゲてくると思います。はい、ちょっとまあなんかちょっとやっぱ悩みますよね、こんなになっちゃったらどうしようということで、まあもし万が一頭頂部ハゲ心配で自分が将来どんな感じになるのかなと思って想像したい人は、まあ、この辺だけちょっと買ってみると、あやべえなーって思うと思います。で、さらにこれ範囲広げていきます。はい、さらにハゲた時です。はい、さらにハゲるとこんな感じになるってことです。はい、で後ろの方もちょっと見えるかな、わかんないんですけど、こんな感じにハゲると思います。はい、いかがでしょうか。はい、でまあさらにまた範囲広げます。今度はもう U 字ですよ。 U 字、 U 字ハゲまで持ってっちゃいます。わ、もうこんな感じですよ。はい、ちょっとこっち刈りすぎちゃったんですけど、まあもし自分がもしハゲたらこんな感じ。はい、いかがでしょうか。ちょっとおりゃ、はい、はい、こんな感じに将来ハゲるんじゃないかなと思います。後ろもこんな感じです。はい、ですので、まあ、ご自身がハゲちょっと心配だなっていう場合なんかはちょっとこうやってね
自分でこの辺だけ剃ってみて、うん、どうかなみたいな感じで、あ、俺こんな感じにハゲちゃうかななんて、自分自身がハゲた姿ですねを知っておくことで、あ、じゃあどうしようっていうんで、まあもう、対策の仕方ってあるじゃないですか。もう早めに短く全体買っとけばいいし、まあハゲた姿を今回は見ていただいて、対策どうしようかなって悩みながら、立ち向かっていくといいんじゃないかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。イエーイのイエーイ、はやっイエーイ、ありがとうございます。